ショールームをしていきます。まあと言ってもね、何の話をしようかっていうとこなんですけど、そう、どうしようかね。お絵かき配信か、まあ、できたらいいんだけど、ちょっとね、まあ、もうちょっとなんかお絵かき配信面白くできるようになってからやりたいなとは思ってて、そうなんですよ。だからちょっとまあしばらくお絵かき配信はちょっとできないんですけど、そう、なんて言うんだろう、結構もうさ全然顔が映んないからなんかあんまり良くないなって思って、そう、そう、でもちょっと顔が映るアングルにねスマホを置けそうにないからね、ちょっと困ってるんですよね。そう、なんかそうですね、まあでもやっぱなんて言うんだろうな、なんか頭しか見えないのもちょっと考えものだなと思い、ちょっとお絵かき配信はしばらくはちょっとできないんですけど、なんかもうちょっといいアングルを見つけたいんだよなって思いながら、って思いながら、ちょっとお絵かき配信はちょっと難しいかな今後って思ってます、ぶっちゃけ。はーはい、まあそうだな、まあ今日で平日が終わりです。早いね、早かった、今週もなんだかんだで、そう、髪染めるの興味ある？まあいつかはね染めたいなとは思うけど、あんまり、まあ興味ある度何パーセントって言われたら、まあ 30% ぐらいかなって感じです。そう、30% は言い過ぎ？ 25% ぐらいかな、あんま変わらんかも。そう、まあよくね質問はされますね、ルンちゃん髪染めないのって。
あっつ。まあなあ、どうなんだろう。まあそう、染めてみたい、あのなんか生きてる間に一回は染めてみたいなとは思うんですよ。ただまあちょっと勇気が出ないのと、まあちょっと髪が痛みそうで、ちょっとや痛みそうっていうか痛むから絶対に、ちょっとそれは嫌だなって思って、まあそういう痛んじゃうっていうのがちょっと嫌だなって思って、ちょっと染めるのに勇気がいるんですけど、そう。もうちょっと待とう、左右は。ね、まあでも本当生きてる間に髪は一回染めてみたいなとはね、まあ思ってはいるんだけどね。まあなんか染めないまま人生終わりそうで怖いなって思いながら、そう。まあなんか一応なんかこういう髪色にしたいなみたいなのとかはね、なんか憧れとかはあるんだけどね。そう、憧れとかそう、こういう髪色に活かしてみたいんだよねっていうのはあるんだけど、なんかね、どうなるんだろうかっていう感じ。どんな色にしたいとかあるの？アイドリッシュセブンのももちゃんっていうキャラクターの髪色にしてみたい。これはもうね、何度も言ってるんですけど、なんか全体的に色のベースはまあネイビーな感じかな。真っ黒ではないね、ちょっと青が入ってるぐらいの、まあ紺色とかそのぐらいで、毛先が白とか、白っていうのかなあれ、白か銀かどっちかですけど、っていう髪色にしてみたいんです、私。そう、ももちゃんみたいな髪に憧れてる。髪色とか髪型とか、そう。っていうのはもうね、もう質問されるたびに言ってます。もうこれから変えたことがないね、あんま。その別の色を答えたことはないです。そのずっと髪を染めるんだったらそういう色にしてみたいなっていうのがある。
まあでもなんかあんまやることなくはなんかやることないなんか染めに行こうかなとかなんかそういうちょっと美容院行く直前までとかなんか美容院行ってみようみたいな感じに思わないんだろうなっていう。そう毎回そうなんかこういう髪色にしてみたいんだとかは言いつつまあしないんだろうなってちょっと思ってますけど私は正直。そうネイルする予定ないですね特に。そうなんかまあネイル人のネイル見るのは私大好きなんですけど自分であんまそのなんて言うんだろうまあでもねネイルは興味あるんだけどまあね、まあ、あんまネイルは関係ないかでも割と爪をさ伸ばすことがあんまできなくてまあそもそもバイオリンやってた頃とかはもうあのそもそも爪が長くなるのは良くないからそうまあ私の場合深爪だっただけなんですけどっていうのもあってちょっとねネイルはねあんまゴテゴテしすぎるとねダメなのよ。なんかいざバイオリンを弾くってなったらね剥がさなくちゃいけなくてまあする予定ないねネイルは。うん、そうですね、たまにその透明なマニキュアというかそういうのは塗ることはあるんですけど足ねなんか逆に私確かに足はなんか塗った方がいいんですよ。あのこんなこと言ったらあれなんですけど私足の爪が本当にひどくてもうそうボロボロだからさ多分塗った方がいいとは思うんです。まあただ私サンダル履かないからもうね足の爪を見せることがね一切ないんですけどね。まあ、ネイルはね人の見るのは大好きだけど自分でやるのはあんまり興味がないかな、まあ、マニキュアとかそういうの塗るのはねあのちょっといいかなとは思うんだけど。そうそれぐらい結構私足の指ひどいんですよ。そう割とボロボロでさっていうのもなんか結構さなんか学生の頃に私特に左足がちょっと靴が合ってないこととかあって結構なんかマラソンとかしちゃうとさもう内出血みたいになっちゃってさあんま言えないけどそうみたいになっちゃって結構もう爪がボロボロなんです。もう常にボロボロだからちょっと本当にあんまさライブとかで裸足になりたくないんですよね。そうそう毎回どの靴選んでもねダメだったんだよ。で小指もなんかボロボロだしさ、何なんだろうね本当。そうだから足の爪はだいぶコンプレックスです私は。私はねまあ靴のサイズは普通ぐらいなんですけどまあ知らんけどねそう普通なんかどうなんかはまあね当たり前ですけどやっぱ靴の種類によってもねだいぶ変わってくるんだよね。
まあだから靴はほんと試着するのが一番よ。ですよね、そうだから足はちょっとなんかやっぱ塗った方がいいんかなと思うけど、そうあんまりなんかそんなに興味が湧かない。普段スニーカーしか履いてない。もう基本的にスニーカーだけですね。そう、もっといろんなスニーカー欲しいんですけどね。なんかそう3足ぐらいは欲しいんですよ。でまあ言うてあともう1足ぐらいあったらいいなとは思うんですけど、そう。そう、まあだから普段爪はたまに思い出したら透明なの塗ってるっていうぐらいですね。そうなんだ。まあね、そうでもほんと人のネイル見るのは大好きですね。特にアイネのネイル私見るのいつもなんか楽しみにしてるの。なんか新作なんか新しいの出たんだみたいにメンバーに見せてたら「え、めっちゃ気になる」って思って。アイネのネイルいつも可愛いからさ、私結構好きなんですよ。そうだからもう人のネイル見て、そう人のネイル触るのは好きです。はい、ということで、じゃあちょっと2回目はだいぶゆるい配信になったんですけど、そろそろ20分なのでここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいきますね。13位から。13位がスチカヤ、スチカヤニングプテリさん。うん、絶対違う気がするけど間違えてたらごめんなさい。12位コウトキさん、11位アーキーさん、10位ガオリーさん、9位ナナタさん、8位ソランさん、7位ロミツさん、6位ナツメさん、5位カラスのカーコさん、4位マモさん、3位ウミウブさん、2位タマクニさん、1位がハヤちゃんさんでした。はい、というわけでね、じゃあ今日はちょっとだいぶ変なスケジュールだったんですけど、皆さん見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。またねー。